まずは伝説の発明家レオナルド・ダ・ヴィンチ。彼は私たちのように夜寝るなんてことはしませんでした。代わりに日中に何度も15分間の昼寝をしていたそうです。さすが天才は違いますね。次は有名な芸術家サルバドール・ダリ。彼は日中寝るのが好きで、肘掛け椅子に座り、金属のスプーンや鍵を持って眠りに落ちた後、スプーンが床にある金属のお皿に落ちると目を覚ましたそうですよ。こちらの天才もやることが違いますね。最後はトーマス・エジソン。日常に欠かせない電球を発明した彼は、眠る時にボールを手に持ってそれが落ちると目を覚ましたそうです。さすが天才エジソン。彼らはある理由でこの奇妙な方法で眠りにつきます。脳が起きても眠ってもいないトワイライトゾーンに入ろうとしていたんです。科学者たちは睡眠のこの段階にいる人にとって最も重要な質問に対する答えがあると信じています。トワイライトゾーンは脳が睡眠に移行するプロセスのヒプナゴジア、半覚醒状態と呼ばれています。まだ睡眠の段階ではないのに脳が幻覚を見せる状態なんです。ヒプナゴジアを体験したことがある人は寝る前に全ての考えや情報を収集していたと言っていることから、脳がパソコンのように分析し質問に答えたのではと考えられます。例えば目が覚めている時に見たパズルをトワイライトゾーンで解けてしまうという状態です。脳はオートパイロット状態で事実をまとめ、眠りにつく前に考えていた質問に対する答えを出します。大切なのは睡眠段階にさらに深く入り込み、洞察を忘れる前に目を覚ますこと。サルバドール・ダリの狙いはまさにこれでした。お皿に落ちた鍵の音により脳が眠りに落ちてヒプナゴジアを体験する瞬間に目を覚まし、全ての洞察を素早く記録しました。彼の残したアートが奇妙に見えるのはこれが理由です。皆さんも一度は夜中に突然ひらめいて目が覚め、すぐにメモを書き留めた経験があるのではないですか。寝る前に特に何も考えていなかったのに、朝メモを見ると全く覚えていないイラストや走り書きがあったり、一部の科学者は睡眠中に脳からヒントをもらうために眠りにつく前に意図的に複雑なタスクを考えるという実験を行いました。例えばジェームズ・ワトソンは眠っている間に2匹の蛇が絡み合っているのを見て、これが私たちの DNA の構造だと気づいたんです。トワイライトゾーンは N1 とも呼ばれていて、これは睡眠の最初の段階です。科学者たちは近年このトワイライトゾーンの調査を試みました。その内容は約100人の参加者に数学の問題を解いてもらうというもの。ある時点で科学者たちは参加者に休憩を取らせました。暗い部屋の中で手にコップを持ったまま椅子に座ってもらったのです。参加者の多くは眠りに落ちた時にコップを落としました。その音で目覚めたらすぐに数学の問題を解きに戻ってもらいました。結果、眠りに落ちてトワイライトゾーンの段階に入った参加者が問題を解けた可能性は 83% であることが分かりました。一方、起きていた参加者の確率は 30%。 実験参加者が問題解決に必要だったトワイライトゾーンの時間はたったの15秒だったのですから驚きですね。科学者たちは脳の活動が活発になり創造性が高まるのは、私たちの脳がこの睡眠期に穏やかな認知と奇妙な連想が同時に行われる理想的な状態にあるからだと考えています。目を覚まさずに眠りにつく場合、脳は N1 の後にさらに深い N2 の段階に入ります。これらの2つのフェーズは浅い睡眠です。ここでも問題なく目覚められます。ちなみに N1 では周囲の音を聞くことさえできます。電車の中で眠りに落ちたことがある人はこれらの段階の一つにいます。次に脳は睡眠の最も深い段階である N3 に進みます。この段階で目を覚ますと疲れが感じやすくなり、なかなかベッドから出られず、どんなに頑張っても起きられない状態になります。脳の活動を見てみると、波の周波数が各段階でますます遅くなっているので、その原因がわかりますよね。序波睡眠はノンレム睡眠とも呼ばれます。レムというのはラピッドアイムーブメント、すなわち急速眼球運動のことで、この段階では私たちの体温はわずかに低下し、脳はより少ないエネルギーを使用します。そして最も深い睡眠の後、脳はスピードアップし、レム睡眠が始まります。
色鮮やかで奇妙な夢を見るのはこの段階です。睡眠中に周りを見渡すため目が非常に早く動きます。だからこそこの段階はレム睡眠と呼ばれているんです。夜になると脳はジェットコースターのようにこれらすべての睡眠段階を上がったり下がったりします。朝に近づくほどレム睡眠は長くなるので、最も長く鮮やかな夢は朝に見る傾向があります。加えてレム睡眠は脳が日中に収集されたすべての情報を整理するのに役立ちます。必要な情報を明確にして保存するんです。新しいことを学ぶもしくは運動するとき、脳細胞は新しいつながりを作ります。簡単に言うと橋が作られるんです。そのためその情報やスキルを使用した場合、脳は新しい橋を介してすぐに到達できます。レム睡眠中、脳はいくつかの検査を行います。すべての接続を介して信号を送り、使用したかどうかを確認するんです。例えば毎日ギターを弾く場合、脳はその責任を担う橋を残します。一方、エベレストさんがエンパイアステートビル23個分と同じ高さなど使ったことのない豆知識の場合、その橋は壊されます。科学者たちは夢の中でそのようなつながりを作る脳の能力を研究するために小さな迷路を作りました。迷路の中にネズミを入れ、脳活動を監視したそうです。角で曲がるたびに脳の特定の領域が照らされました。徐々にネズミは迷路のすべての曲がり角を学び、脳はまるで音楽のようになりました。どんなメロディーなんでしょうね。ネズミは眠りにつくと同時に迷路に関する知識を吸収し整理しました。脳はこれらの同じ音符を繰り返しましたが、はるかに速くなりました。つまりこのネズミは迷路の中で何度も走る夢を見ていたということ。脳は10倍速くなるようにネズミを訓練していたんです。そして翌日、目を覚ましたネズミは迷路を走り、より良い結果を出しました。では最も価値がありワクワクするフェーズがレム睡眠の場合、なぜ序破睡眠が必要なのでしょうか。多くの人は脳を休ませるためだと思っていることでしょう。しかし実際には脳は決して休むことはありません。生きている間一度も。序破睡眠が必要な理由は、脳が体全体をスキャンチェックしているからなんです。目が覚めているとき、脳はすべての感覚から信号を受け取ります。目からは画像、耳からは音などなど。しかし寝ているときは基本的にこれらの感覚はすべて遮断されます。その時点で脳は内臓から信号を受け取り始めます。そしてエラーが見つかった場合、そのバグを修正するためのアラートが送信されます。科学者たちはこれを睡眠中の猫の臓器を刺激することでテストしました。脳はこの信号を受け取り、さらに深い睡眠に入った時に反応を示しました。ノンレム睡眠の2つ目の役割は脳を洗い流すことです。深い睡眠段階にある間、神経細胞は収縮し、隙間に脳脊髄液が埋まります。この液体はゴミや毒素を洗い流します。最後に、体は深い睡眠段階の間、適切な成長ホルモンを放出します。すでに成長しきった人もこのホルモンが必要です。体の再生を助け、脱毛や乾燥肌を防いでくれるんです。また骨を強化し、脂肪を燃やすのを助けます。ダイエットがしたい人はできるだけ多くの睡眠をとりましょう。眠りに落ちた瞬間、ピクッとしたことがある人はいませんか。眠りに落ちると脳は体を休息させるために不必要なシステムをいくつかシャットダウンさせます。しかし同時に行われないことがあるんです。ピクッとするのは、空間での体の位置の責任を担っている脳の部分がシャットダウンしたことを意味します。しかし他の部分はまだ機能しているので、脳はそれを落下として認識します。そのため反射神経がすぐに目を覚まし、全身に起きるように合図を送ります。結果、ベッドで横になっているのに、まるで落ちるような感覚に陥ってしまうんです。